講座のパイソン選手は非常により欠席させていただいております。なんかこうイルカとブダだけが IQ200 超えてて、でなんか相手の気持ちとか思いやりが分かるらしいんで、まあ、すごいブダに対してリスペクトがあったんですけど、まあ、こんなリスペクトできないブダに初めて会いました。私の試合聞いてもいいですか。まあ本人いないんで、何を怖がって逃げてるのか分かんないですけど、まあ明日本当に来るのかも分かんないですけど、運営に言いたいのは、ひづめチェック、だから後ろ足はいいんで、どうせ届かないから、前足のひづめチェックだけちゃんとしてほしいですね、だからしごきとか、めんどくさいんで。おっさん、逆指名ありがとう、本当おいしいよ、最近勝ってるんだ、出るよ、何ちょうかしたみたいね。勝って、いやいや、お前たちだよ。ん?3勝ぐらいしたって?美味しいよ、ありがとう、抱きしめ。俺の強さは見せてあげよう。いや、今までもはっきり言って、田口選手、昔は尊敬したけど、今は全然、覇気がないし、なんか、しょうがない。いいね、もっと言ってくれ。お前ね、とりあえずロレス回せや。な。いや、それ、回してから話せや。わかるか、お前。なぜ俺が強いのか教えてあげよう。頭もいいからよ。いや俺も頭はお前は悪いよ。何でわかんない。ブレーキは回ってないからよ。いやロレックスは関係ないよ。滑舌は問題ないですけど、まあまあいいよ、それはどうでもいいって言うな。お前試合でな、でも俺はな頭を使うけど、それ以上に前に行くからな。来いよ。お前逃げんなよ。お前は逃げる。お前逃げてくれないすんなよ。誰やってんの一緒に。ねえ、ねえ、すれないか知らないのに。来いよ、お前、真っ白面から。あ、誰も来いよ、お前。お前みたいな子供じゃないから、お前。試合で見せちゃうよ。試合で見せちゃうよ。なんか、昔のあれがないの。昔のあれ?あった。昔のあれがないの言うんだよ。なんか昔のなんか、ガッツ。お座りください。今、正面ぶつかったけど弱いね。顔が弱い、まず顔整形してこいや。あ終わってかっしゃる。お前、ガンつけてこいや。何顔が弱い。顔が弱いじゃん、お前。前今、さっきも弱い。飽きないやんけ。飽きや、あろうが、お前。何やねん、お前。何やねん、お前。何やお前って言うやろ。飽きや、全然やろ。お前、前来いよ、お前。前に来いよ。くね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 すんなよ。次に言えよ。ああ次に誰やったらよろしいでしょうか。次に参ります